よ。口笛が全くできない。口笛ってどうやってやるのかな。ってわけで、まあ、ぶっ通して撮ってんだけどね、私は。もう深夜、もう2時10分だよ今。ちょっとゲームの量でかいかな。もう早速ね、まあ誰をやるのかまだ決まってない。もうアトベじゃない、来て。CG で来てがね追加されてるんだよね。ちょっと待って、あ、これは後で。いた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 。よし、規定は抜かりないよね。おお。近い。かわいい。広いがかわいい。イケメンだな。ほんと。優しい顔になってる。なんかさ、これ、体育館に見えるんだけど、空港なんだよね。優しい顔ですね。その髪型をなんとかしてほしいんだけど。まあいいけどさ。え、マジで誰にする？文太にする？あ、コロレになってる。カット。もうハウルっていう名前でね、誰がわかるんだろう。まあ、ハウルの髪型にそっくりな、誰だっけ。そう、ひやこばくんにやろうと思います。まあ、ぶっ通しでね、日が中やってて申し訳ないけど、ちょっと我慢ができなかったわ。もうあまりにもね、他のキャラをやりたくないから。日が中3人やっちゃうか、今日。朝までに。じゃあ、例のとこまで。今回のもう何が起こってるのか全然わからねえ。はい、で、カットしてきたんですけど。よ、リン。こんにちは。こんにちはっていう挨拶がもうそもそもおかしいんだよね、中学生としてくるよ。まさかの2パターンあった。美人だね、ほんと。ヌーがお前。いえ、何かお手伝いしようかと思って。警察ってわけか。違いますよ、私はただま、勝手にすれば別に見つかってまずいものなんかないし。ほんと、エロ本ない。じゃあ勝手に手伝います。変なやつ。お前もな。そして私もな。何かないかな。これさ、4人目だよね。あ、これテニスラケットだったんだ。だからずっとなんかギターのさ、入れ物かなんかだと思ってたわ。キヤ。おいおい、大丈夫な。足が何かに引っかかって。ん？そりゃあ、浮き輪。救命用のやつだな。じゃあいざとなったらこれで島を脱出すれば。クリムン、海をなめんけ。そんなもん波に飲まれて一発でおだぶつど。かわいいな、沖縄弁。冗談ですよ、アハハ。まあなんかには使えるかもな。とりあえず持ってくか。そうっすね、ほらほら、役に立った。わったわった。ほれ、いいからもう帰れ。フリムン。フリムン。カット。あらら、割と簡単にフォーリンラブ。で、カットしてきたんだけど。よ、リン。まあ、リンに話しかけても多分ここは一緒だと思うんだけどね。ほら、なんか
キャラごとにね違うのかなって思ったら割とそうでもないらしいんだよね。もう終わっちゃうし一日。あらら、まるで簡単に飛び出す。よっぼっちりん。平子さん、なんか用か。平子さんはやっぱり沖縄出身だから海側を選んだんですか。まあな、海なら食料を取る勝手もわかるしな。なるほど。ただ仕切ってる後部の野郎は気に食わないな。こればっかりは失敗したさ。ちょっとわかるかもね。後部だから許されるんだけど、私もねまだ10代とかの時は通ってて、なんかね、委員長でもないのに仕切ってる女の子がいて、ちょっとね、ちょっとムカついたわ。まあ、今思うと、その子の、なんて言うんだろう。まあいいことだよね、普通に仕切るのは。だから皆さん別行動なんですか？そういうこと。どういうテニスをするんですか？なんだよキュウリ。気になったんです。気になるんだったら全国大会見に来いよ。行きたいのは山々なんですが、この調子だと大丈夫なんでしょうか、全国大会。あー、まあなんとかなるだろう。いざとなったらこの島脱出してもいいわけだし。ほんと自分の命よりもね、全国大会を心配するんだ。それは無茶ですよ、いくらなんでも。いや、意外といけるかもしれないんど。なんか方法はあるはずだ。私が言うのもなんですが、楽観的ですね。いない。早速いない。でもカットしやすいな。よう。まさかの。ちょっと聞きたい。何か血液型。いいよ、 B 型だよ私。どうぞ。これさ、血液型によってさ。いや、あ、格闘技。おう、そうですね、興味ありますにしとく。少しかじったことがあります。実は少しだけやったことがあります。へえ、合気道か何かか。 いえ、通信教育のカンフーです。そりゃまた怪しげなもんに手を出したな。なんだか教材がいっぱい必要だって言われたんでやめちゃいました。それがいいって。ちゃんとした師匠につかないとカンフーなんて無理だって。それな。ちょっと髪の毛触っていい？にしてもラッキーだったの今の。え、もう噂早くない？でもリンがいるんでリンとこ行きます。よっ、平子さん何やってんの？なんだ？別に宿地法の練習してるだけさ。宿地法。あー、説明するのめんどくさいから見とけ。ほれ、俺の正面だ。これ実際できんの？ほっ、ずい。え、わわ、いつの間にこんなに近くまで来たんですか？もともと沖縄武術の歩行法なんだけどよ、テニスに使えるから練習してるんばよ。ま、比嘉中の連中は全員使えるけどな。すごいすごい、それ私にも教えてくれませんか？こう遅刻せずに済むようになるかも。あのな、もう邪魔だ、あっち行け。平子さんケチですね。ああ、もう調子狂うや、このひゃ。このひゃ。ちなみに私は中学時代はね、わざと遅刻してたね。その朝の読書がね本当にめんどくさくて10分だけなんだけど。そのたび先生に怒られてたわ。
だって本読まないんだもん。ひろこばさん、あ、なんか用か。あ、本読まないっていうのはその当時ね。日が中の皆さんは食事とかはどうしてるんですか。食堂に来たことないなと思って。他の学校の連中と仲良し小石で食事なんてごめんだからな。ワッターはワッターで勝手に作ってる。より作れんだ。沖縄では海遊びで取った魚介類をその場で調理して食ったりしてたからな。でもそれだけだと結構メニューが偏ってきませんか。そうそう、まあ確かにちょっと魚や貝は食い飽きたかもな。私ちょっと余分に作って持ってくるようにしましょうか。余計なお世話だ。ひどい。お野菜とかが足りなくなると体にも悪いですよ。もまあ、やがそんなに言うならもらってやってもいいけど。素直だったっけ。決まりですね。早速次の食事から持ってきますね。ああ、助かるよ。演技うまいな。なんでもないよ。なんでもないよ。なんか難しいな。わけだ、なんでもないさって言うのかと思ったら普通に標準語だった。なんでもないや。二人で会えた奇跡大事にしたい。よ、あ、ヌーか。ちょっと見たよねこれ。なんでリンのことをワンに聞くば。はあ、ヤーがそんなこと言うとはな。ま、いいか。リンの得意技はな、ハブってんだ。ハブって、蛇のハブですか。名前はそっから取ってるがな。どんな技なんですか。それこそリンに聞けっての。そうですね、そうします。その帽子さ、ちゃんと洗ってんのかね。出た、忙しい。よ、平駒さん。うるさい、あっち行け。ひどい。そんな言い方ないでしょ。うるさいな。なんか用か。日が中の人たちって阿久津さんとかっていつもツンケンしてますよね。おい、あんな狂犬野郎と一緒に参け。狂犬？生意気な犬ころみたいなやつってことさ。あ、阿久津さんもワンちゃん。阿久津さんがワンちゃんか。あは、そういうとなんだか可愛いですね。そういうことじゃなくてだな。ほんと調子狂うぜ。いや、そうですか。ヤーとかね、そう、二人称とか一人称とかは覚えたけど。そうだ、ひろこばさんはハブって技を使うってカイさんから聞いたんですが。おう、その通りだぜ。ま、ワンの必殺技だな。どんな技なんですか。簡単に言うとだ、ボールに複雑な回転を与えてバウンド後に極端な変化をさせる技だな。うーん、ああ、その名の通り、まるで蛇のような軌道を描く。え、そんな極端な。なんだよ、疑うんば。なんか割と子供っぽいんだね、リンは。口で言われてもなかなか信じられませんよ。だったらそのうち見せてやるさ。びっくりするぜ。イエイ。これもさ、なんか全部スキップできそうだよねってことで、スキップ。平子場さ ん、あの、日が中の皆さん、もうちょっと他の人たちと仲良くすることはできませんか。無理な相談だな。エイシロウもユウジロウもワンも他の奴らは誰も信用してない。そんな、沖縄の力を全国に見せつけるためにワッターはどんな理不尽なスパルタにも耐えてきたんだ。今さら仲良しごっこができるか。せめて私だけでも信用してもらえませんか。
私比嘉中の皆さんと他の学校の皆さんが親愛し合えるように努力しますから。ふん、考えといてやるからもう帰れ。はい。マジで髪の毛触りたいな。え、噂って。いないよね。来て忙しくなりやすいから行くか。よ、元カレ。ああ、何です？ひらこばさんのことでちょっと。何か聞きたいことなの？はい、ひらこばさんのことなら何でもいいので。もうさ、ひらこばさんのことが好きって言ってるようなもんだよね。好きだから協力してって言ってるようなもんだよね、これ。何でもですか。そうですね。ひらこばくんはかなり感情的になりやすい性格でしてね。そうでもなくない？そんな感じしますね。なので、試合ではダブルスを組んでもらうことが多いですね。ダブルスを？誰とですか？知念くんと言いましてね。この合宿には参加してませんが、かなりの実力者です。あのさ、知念くんがこのゲームのグラフィックだったらどうなってたんだろうね。ちょっと怖いよ。それに、何より冷静な男でね。英国の間違いだろ。ああ、なるほど。ひろこばさんが熱くなりすぎた時に止める係なんですね。そういうことです。この二人のダブルスは、なかなかうまくいったと自負していますよ。